今回は二重の剣つまみで大きなお花を作っていこうと思います。道具と材料です。ピンセットと木工用ボンド、あとハサミを使います。で、材料がダイソーで購入したちりめん風の端切れを2種類と、こちらがこれもダイソーでこのような形で売られているものをカッターナイフで半分に切ったものが1つと、これフェルト生地なんですけども、この後ろに合わせて切ってあるものです。直径が5センチくらいになってます。とこちらセリアのクリップとビーズが1つです。で、手拭き用に濡れたタオルをご用意されるといいと思います。生地を切っていきます。それぞれの生地で4センチ ×4 センチを30枚ずつ切っていきます。で、あとどちらの生地でもいいんですけども、10センチ角を1枚取ってください。じゃあ4センチ角を30枚ずつと10センチ角1枚切り終わりました。で、この半球に、これの入ってた袋のについてたあの厚紙でボンドを塗っていきます。この、10センチ角のちりめんをかぶせていきます。で、こっちとこっちで十字にこう押さえて四隅でこのようにつまんでいきます。で、この余ったところをハサミで半球に押し付けるようにして切っていきます。そうすると綺麗に切ることができます。で、あとはこの面に主に周りにこうボンドを塗っていきます。で、これをこう倒していきます。これもこれが入ってた袋です。で、このぐらいに切って上に置きます。赤を1回2回三角に折って、これをこう挟んでおきます。で、もう一枚の柄の方をこれも1回2回折って、で、この挟んでおいた赤の上に置きます。このぐらいこう高さをずらして置いてください。で、これを一緒に折ります。こんな形になります。で、この高さをずらしたので下の方もずれてます。ここちょっと出てます。で、これを切ってしまいます。で、高さを同じにしたらここにボンドを塗りつけて、はい、結構たっぷり塗ります。で、先端の部分だけをギュッとこうつまんで、花びらの先がこう尖るようにギュッとつまみます。で、後ろはこんな感じで、後ろの方はそのままになってます。ここだけつまんであります。で、これをこのままこの中心に、先端を合わせるように置いていきます。1段目は終わりです。で、2段目はこの花びらと花びらの間に置いていきます。2段目が終わりました。3段目は2段目の花びらと花びらの間に2
2つずつ置いていきます。はい、2段目の間に2つこう置いてます。こんな感じでそれぞれこうこの間も2つずつ全部置いていきます。4段目なんですが、ここの長さがちょっと短いので花びらの先端をちょっと切ります。同じように作ります。ここの長さよりも花びらの方がこう大きくなってしまうので、ちょっとこの飛び出してる部分だけ先端を切っていきます。多分ほんのちょっと切れば切ったと思うんですけど、ちょっとだけ切って先端ちょっと切りました。で、同じようにこの底面にボンドを塗りつけて、でこの切った部分にもボンドを塗って、でここでこう閉じてあげてください。ここで閉じます。はい、裏はそのままこんな感じです。でこれをここに3段目の花びらの間につけていきます。はい、4段目も終わりました。で周りは横はこんな感じになってます。はい、でこの中心の部分にビーズをつけていきます。今度少しこのぐらい乗せて上に、次はクリップをつけていきます。でこちらは今作ったばっかりなので前日に作っておいた方につけていきたいと思います。でこの丸く切ったフェルトに、1センチ1センチのところでそれぞれ切り込みを入れていきます。こんな感じで切り込みを入れました。ここにクリップのこの上の部分を差し込んで、でこっちの穴から戻してきます。こんな感じになります。これをこういうふうに貼り付けていきます。クリップの方に今度塗ります。で貼り付けておいて、こっちにも塗って、でこの面に今度伸ばしていきます。このぐらい塗ったらこれを貼り付けて、1日置いていただいたら乾くと思います。はい、完成しました。ダイソーさんにはたくさんの種類のちりめん風の生地がありますので、興味のある方はぜひ作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。